辰吉の復帰を認めなかった日本ボクシングコミッションもついに復帰を許可。辰吉丈一郎、実に昨年の7月22日以来ちょうど500日ぶりに国内のリングに戻ってまいりました。ものすごい歓声です。レインボーホール。